兄貴。頼んだ。おい、顔を見せる。おい、何してんだドラ。てめえ、止めるのを大概にしろよ。兄貴、ソメヤいう男、おらんですの。はあ。あん中はまだ見とらんの。うっ、たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。もう行けん。じっと失礼します。帰るわい。あ、なんじゃこりゃ。わるは南雲、これは一体何のつもりじゃ。違うで、わし南雲じゃ。なで、バカたれ、もう遅いわ。しもうた。あれあれ、桐生さんじゃないですか。ソメヤ、さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ですが
あいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるか勝ちって。てめえ、くそ、逃がすか！